誇り高き全宇宙一の強戦士族であるサイヤ人がここを制圧してやる。あなたは飛び抜けた力をお持ちのようだ。
授業だと？お前が実践だ。俺を殺す気で来るんだ。いいな。その手だ。教えた技を使って戦ってみせろ。一目でこんなものか。とりあえずは合格だ。なんてパワーだ。今回は栽培マンどもと戦ってもらうぞ。奴らを倒せれば俺が相手をしてやる。教えた技を使って戦ってみよう。分かったな。調子だ。やればできるじゃないか。今の動きはまあまあだったぞ。次もその調子でやるんだ。すげえや。まったくお前にはかなわない。
ベジータ、本当に3人でやっていいんだな。殺しちまってもいいって言うんだろ。俺たちは楽しませてもらうだけさ。聞いての通り、死にたくなければ貴様は俺たち3人を近づけないように戦うんだ。そいつが俺たちの新しい仲間ってわけだ。頼もしいじゃん。なあ、勘違いするな。そいつは仲間ではない。ただ教えているだけだ。相手にちゃんと技を使えていたな。褒めてやってもいい。だが次も気を抜くんじゃないぞ。しっかり備えておけ。はは、やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。いらっしゃいませ。
さあ、これが最後だ。俺様の生徒にふさわしい戦いで優秀の美を飾ってみせやがれ。これまでのように手加減などはせんからな。覚悟してかかってこい。そうだ、お前の力をすべて出し切ってみせろ。もういいだろう。お前は俺を満足させるほどに強くなった。厳しい戦いに耐え抜いた実力を認めてやる。喜べ、これで貴様も一流の戦士だ。なんてパワーだ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。おいおい、まさか俺様の邪魔をする気か。出てこい、殺してやる。痛くなければおとなしくドラゴンボールを渡す。Fight!
まだあなたには眠っている力が終わりになる。さーて、あんたがどこまでやれるか見てあげるよ。さっき教えた技で私と戦ってみるのね。私がいいって言うまでね、ビビんなくてもいいように、ちゃんと手加減してやるからさ。へー、なかなかやるじゃないか。この私とここまでやり合えるなんてね。はいはい、ここまでにしとこうか。あんたの実力も大体分かったしね。見込みはありそうだから教えてやるよ。先生ってのもちょっと面白そうだしね。なんてパワーだ。今回はちょっと変わったメニューと行こうじゃないか。さっき教えた技はちゃんと確認したいのよ。サイバーマンがたくさん出てくるから、私の技を使って素早く倒してみよう。ただし制限時間が短いから気をつけるんだよ。
うまく使ってるじゃないか。案外あんた器用なんだね。私と戦うなんて聞いてなかった？当たり前じゃないか。言ったら修行にならないだろ。抜き打ちテストみたいなもんさ。けど勝ったんだから結果オーライだろ。それにしてもあんた意外と腕が立つね。教えがいが出てきたよ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。私の亭主にも参加してもらうよ。よろしくな。けどお前、十七号さんのスパルタ教育によく耐えてるな。ルルル、聞こえてるよ。余計なこと言うんだな。それじゃ説明するよ。私は地弾をあんたに撃つ。クリリンは接近戦を仕掛けるからね。私の技を使って地弾をよけてクリリンを倒したら、次は私にかかってくる。おいおい、俺が倒されるとしていたの。細かいことはどうでもいいだろう。それじゃあかかってきな。そうそう、その調子だよ。ちゃんと技に使えてるじゃないか。また腕を上げたね。あんたもううちの亭主より強いんじゃないか。18号さん、シャレにならないこと言うなよ。冗談さ。けどそれくらい強くなってるってことだよ。さてと、今回はこれで終わりだ。ゆっくり休んでおくんだよ。やったじゃないか。次も教えるのもこれで最後だね。最後だから
私が本気で戦ってやる。あんた、今まで私が教えた技で戦ってみる。最後はもちろんあの技で決めてもらうよ。これだけ返せばもう十分だろう。さあ始めるよ。始まるぞ。何とかかると痛い目を見そうだね。よくやったじゃないか。あんたの勝ちだ。先生ってのも結構楽しかったよ。あんたもぐんぐん強くなってくれたしさ。なんてパワーだ。おほん、楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。ナメック星人の皆様、こんにちは。早速ですが、ドラゴンボールを渡してください。敵がドラゴンボールを狙っています。お願いします。どうか守ってください。すまない、私の力だけでは守れない。力を貸してくれ。私の言うことに従っていただけないのですか。殺しますよ。ドラゴンボールを渡すぐらいなら死を選ぶというわけですか。奴らの手には渡さない。あなたはもっと強くなりますよ。期待しています。
ー